ンビシャスミッション。はい、どうも、逃走中ドレンのつくもです。ということで、アンビシャスミッション、かぐやルートパート8、続きからやっていきたいと思います。病室を後にした。帰るか。あの姉妹の意外な共通点が分かったけど、同時に決定的に違う部分を見つけた。運命だと思ったの。運命なんてない。俺はどっちか。アンビシャスミッション。なんか久しぶりですよね、予告状ね。するであります。何者か隠れている。いるでありますね、怪盗ミッドナイト。でも姿は見えない。ということはいないであります。うわどこだ怪盗ミッドナイト。さすがシャルですね。朝どうなった。暗闇プラス黒い垂れ幕は本当に使えるんだな。ヤエちゃんの言った通りだ。さすが忍者。忍者じゃないです。それで私の考えたやつ。はいはい。警官隊の目を逃れて屋上へ向かう。でここで高笑いって計画だったけど、なあ高笑いしなきゃダメ。ダメに決まってるじゃない。ちゃんと注目を集めるのが作戦よ。あれ恥ずかしいんだよな。ただでさえ大声で人目を引くってのが慣れてないし。いいからやれっつの。はいはい。どこに行ったでありますか。どこにも見当たりません。目撃情報もゼロです。にょれ。今日も確保失敗のようですね。まだ諦めたらそこで試合終了でありますよ。はいはい。デイビー・ジョーンズが奪われればとうとう10個目、残りは2つ。あの日記があったとはいえ、ファントムをはるかに上回るペースです。大したものね。そろそろ本格的に対策しましょうか。むっ。どうかしました。夜闇に響く高笑い。これはははははは。高笑いなんて聞こえます。全然。いや聞こえるであります。ははあ警官隊に全然聞こえてない。声が小さいみたいだよ。もっと腹から声を出せ。大声で笑うって意外と難しい。頑張れ。この声は。いたー、屋上であります。本当だ。あ、気づいてくれたみたい。さすがシャルですね。シャルちゃんの耳の良さに感謝ですね。大丈夫？まだ声出せる？この具、覚醒装置はないのか。小声でやり取りできるレシーバーがついてるから、声を大きくする機能はつけられなかったのよ。警官隊諸君。何か言ってる？
叫んでいるようですね。口が動いてます。多すぎてまるで聞こえませんな。いいな、聞こえるであります。なになに、警官大将くん、今日はご苦労だった。シャレ、愛してるぞ。楽しい夜だったが、今日はここでおいとまするとしよう。さらばだ諸君。空中に飛び出す。飛んだ！何？いつもの妙なタコを使ってるんでしょう。いや、見てください警部、何もないのに飛んでいます。何？ふぅ、はっはっはっは。驚いたか。空中を何とか旋回する。どうだ、透明グライダーは。空飛んでるように見えるだろう。どうなってるんだあれは。人形じゃないですかね。怪盗ファントムが得意としたのは、より高いところからワイヤーで釣ってもらうやり方でした。何あれ。YouTuber ってやつか。最近はおかしなことするやからが多いな。なんか反応が変ね。やっぱ今回のやつなんつうか古いんだよ。高笑いから空中浮遊とか、演出が昭和なんだよ。おかしいな。明日反省会な。はい。アンビシャスミッション。確かにね、ちょっとね。翌日、不思議なことを起こしすぎちゃうと、見る側は逆に何か種があると思って驚かなくなりますよね。だとさ。今回の盗みの演出はいまいちな結果に終わりそうだった。ハートを盗むのは失敗だ。魔法としか思えない手品を見ると、驚くより先にどんな種があるかが気になって、結果ショーとしていまいちになってしまう。日本人の悪い癖だな。私がベガスで剣闘士をしていた時も、知り合いのマジシャンがよく愚痴っていた。いや、すんごい過去をさらっと明かしましたけどね、今。あと空を飛んでるわけだから、単純に遠すぎて何やってるか見えないというのも欠点ですね。いいアイディアだと思ったんだけど。よう改善だね。はあ。落ち込んでる影や。同盟マント自体はいいんだが、応用は今一つだった。先生が昔ベガスで何してたか詳しく聞くべきでしょうか。そっちを掘り下げましょう。やめとこう、無駄に長くなる。止まる。これで10個目だな。うん。渡す。10番目のアンビシャス。あとどれくらい集めればいいとかあるの？もうちょっとよ。大切そうにポケットにしまった。もうあとちょっと。ねえねえ、それが終わったらこの部ってどうなるの？え？どうなるって？怪盗部なのに盗むものがなくなったら困るよね。まあそうね。いや、ここ史跡研究部なんだけど、なんか他に盗みたいものがある人？挙手を促しながら言う。20。盗みたいものか。はい。はい、カリスちゃん。ちなみ、すいません。はい、カリスちゃん。ちなみに生徒の心を盗んで慕われたいですとかは禁止ね。マジでそうだったんですね。そんな古臭いボケ方するわけがないだろう。じゃあはい、どうぞ。そのこう、いい感じのものを盗む。うん、それは仮にプラン B としよう。他にアイデアある人？盗みたいものと言われても、もともと私はそれを律するためにここに来ましたし。はい。はい、ミカチ。八重ちゃんの料理の腕を盗んで俺の手料理でみんなをびっくりさせな。だって八重ちゃんの料理は世界一美味しいから。なんですか、三影さん急に。いやいや、本心だからさ。もう
今晩は三影さんの好きなものいっぱい作りますね。ヒュー、三影先生、あれがこういう場でのボケ方の成功例だよ。イラッとするんだが。確かにうまい。他に何かある？つばみないの？え？どっかからでっかいチッピン盗んできてつければ僕も男になれるかなとか思ってない？ないよ。お下品だぞニジム。いいじゃんこれくらい。だいたいお前ツバメにでかい人になってキャラが壊れるだろう。この顔ででかいって逆にありじゃない？ないわ。あ、ミカチ、さてはツバミーのことを男の子的なやられる側だと思ってるな？違うんだぞミカチ、ツバミーも男の子なんだ。おねしょたといってお姉さん相手にニャンニャンする需要だってあるんだ。おねしょたなのにでかくするとか、なおのこと分かってないわお前。あの、できれば一階の男として扱ってほしいんだけど。ふむ。あ、みんな黙って、ツバミーの所有者であるかぐやが裁定するみたいだよ。ツバミーが進むのは男の子かおねしょたか。したいのは部の話よ。そうでした、失敬。話を戻す。用事が済んだらこの部をどうするかは今のところ決めてないわね。まあいきなり解散すると逆に怪しいから、この部の形はそのまま残すけど活動の予定は特にないわ。何も盗む予定なし今のところね。じゃあ本当にツバミーのチキンをどうにかするだけの部になっちゃうよ。なっちゃうよじゃねえわよ。そんなん一回どうにかしたら終わりだから、すぐに次の目標がいるでしょうが。一回もしないでください。具体的に何をするとかは決めてない。以上よ。本当にアンビシャスを集めるためだけに立ち上げたんだよなその部活。まあかぐやお嬢様がそうおっしゃるなら、この部活の展望はそういうことになる。先生がまとめた。だが解散するわけではない。何、焦ることはないさ。もうじき夏休みだ。窓ベリーに、腰を起こして、下ろして外へ目をやった。抜けるような青空が広がっている。学生にとっては重要な時期、その間におのおのでもって決めておけばいいじゃないか。何かしたいことがあれば提案すればいい。この部でできなければここを離れればいい。このままツバメのおちっちんランドにするのもいい。それはやばいですけどね。お前たちがどんな道を選ぼうと先生は応援するぞ。先生、たとえツバメのティンティンランドに出するとしてもですかね。私はお前たちの教師だからな。はい。急になんだあのテンション。さっき先生ネタで一回滑ったから、いい先生路線でやり直したいんだろうね。八重ちゃんが普通に感動してるみたいな。ヤンコはいい子だね。うんうん。僕のおちんをいい話に組み込まないでほしい。なんか勝手にどんな部活にするのも自由みたいな話にしてるけど、制限は普通にあるわよ。そうなん？部としての部室は他にあって、この時計台は史跡研究の資料用ってことで使ってるんだから、別の部に変えるならここを立ち退くことになるわ。あーそっか。部を続けたいってのは、大きくはこの場所を使い続けたいって要素が大きい。ここを立ち退くのは避けたい。今の形を続けるなら、札幌市の歴史にまつわる何かを研究するって形は必要だわ。ふむふむ。あ、でもそれいい、いいじゃん。札幌市の歴史について研究する部活。この部活はまさにそれをする部活ですよ先輩。なんか調べようよ。ほらツバミ、おちっのことばっか考えてないでさ、札幌市のこと勉強しよ。僕は最初から考えてないよ。それは良くないぞツバメ、男だろ。ちっちんのことは常に考えてくれ。こういうどっちに答えても正解のない状況嫌い。札幌市のことか。机に肘を置く家具、なんだか遠い目をして宙を仰い、何考えてる？別に。
特に何というわけではないんだろう。ぼんやりして。どうしたんだろう。ねえねえミカチ。ん？でも話しかけられるので意識はこっちに流れる。ミカチ的には何かある？この死のことで調べたいこと。ああ、マジな感じで振るなよ。ねえよ、そんな真面目そうなこと。あえて言うと、うん、ラーメンマップとか。ああ、三影さん詳しいですよね。札幌市のラーメンマップ。そうなの？どこのお店が美味しいとか、この味ならどの店がいいとか、いろんなこと知ってるんです。去年あたりまでよく食べ歩いてたからな。まあ今は家で世界一美味しい夕飯が食べられるから、わざわざ外に行く理由もなくなったけど。いやー、お隣さんが世界一のシェフだと趣味とかなくなるよな。もう、ヒュッ、シェフさん照れない照れない。今夜はデザートもつけます。ちょうどい。ねえかぐや、札幌市のラーメンマップを作りましたって、史跡研究としてどうなん？ダメでしょ。でも片手間でこんなのもやってました、だから本来の研究が遅れましたくらいには使えるかも。じゃあ決まり。回答部が終わったらここはラーメン部だ。なんかノリで決まった。だんだんと回答部が薄れていくのは悪いことではないだろうな。ラーメンについて質問なのだが。何でもどうぞ。部活関連の難しい話が終わるとラーメンの話にシフトした。やっぱみんな飯系の話は好きだよ。どこが美味しいとかってある？私も聞きたい。ラーメンは好みでだいぶ分かれるから何とも言えないな。駅前のラーメン屋がずらっと並んでるところへ行けばだいたい満足できる水準ではあるけど。札幌ってラーメンの店多いよね。やっぱ北海道ってそういう文化強いん？まあな。ラーメンという料理は大抵の具を入れても OK なごった煮料理なので、食材大国である北海道とは相性がいい。あ、私北海道来たら食べたいラーメンあったの忘れてた。なんだ、知ってるやつなら店案内するか。あのね、味噌牛乳カレーラーメンとかっての、味の札幌ってお店が出してる。ああ、それ青森だ。そういえば札幌のラーメンは国内でも有名なんだったか。そうだね、ラーメンといえば札幌一番って代名詞的なのもあるし。私はラーメン文化のない土地の出なのでいまいちピンとこないが、日本人はやたらとラーメンを食す傾向があるようだな。まあ早い、安い、うまいが揃ってて、具によっちゃある程度栄養も確保できる最強食の一つではあるかな。日本で新規出店する飲食店は3分の1がラーメン店だって言いますね。つまりそれだけ潰れるのも早いんだろうけど、潰れたそばから新しくできるのはすごいよね。学生時代勉強もせずブイブイ言わせてたやんちゃなお兄ちゃんたちは大抵最後はラーメン屋開いて頭にタオル巻いてるイメージ。わかる。日本の大きな都市はどこもそれぞれの土地柄のラーメンを持っていると聞く。有名だな。東京、大阪、名古屋の三大都市以外は札幌、仙台、横浜、京都、広島、博多と大体が地元のラーメンを持ってる。まあ地元のラーメンのそのものは都道府県、47のうち30くらいはあるけどな。名古屋にはソガキ屋があるよ。ソガキ屋は甘味どころだから。どこの都市のラーメンが一番うまいとかあるのか？おう、聞いちゃったね、あれそうなこと。でもちょっと気になるな、一番ってどこだろう。よく聞くのは北海道と福岡。でも有名なチェーン店は大体京都発祥だって言うよね。店舗数はもう横浜の家系がぶっちぎりだと聞きます。何を基準にするかでブレるよね、一番のラーメン。そこら辺踏まえてどうだいミカチ、ラーメン一番都市といえば。ほいっとマイクを差し出す感じに手を向けてくる。ラーメン一番都市、うちだな。北海道が一番だ。おお、言い切った。炎上するぞ、みんな魚卓取っとけ。どの都市のラーメンが一番かは議論の分かれるところだろう。だがラーメンが一番うまい都市はどこかならうちだ。
なぜならラーメンは外が寒ければ寒いほどうまいという絶対不変の法則があるからだ。ラーメンは寒いところで食うのが一番うまい。そして北海道は日本で一番寒い。この連立方程式からうちのラーメンが一番うまい。ちょっと逃げたね。妥当なところだと思います。そんなところで今日は、3回となり、今日の夜はラーメンにしちゃいました。わーい、であります。俺の好きなものをいっぱい作ってくれるって言った。みかげさんがラーメンラーメン言うから、こっちもラーメンの口になっちゃったんです。まあ好きなものではあるけどさ、うちで作るのは店との違ってもやしなしにできるのが大きいよね。あ、わかります。もやしいかんのでありますか。悪いとは言わないが、ラーメンには入っててほしくないんだよ。味は問題ないんだけど、麺と見分けがつかなくなっちゃうから、食べた時あれってなっちゃうんですよね。でも原価の関係で大抵のラーメン屋は具にもやし入れてくる。栄養的に言えば文句があるわけではないんですけどね。へえ。ま、その辺のこだわりは人それぞれだ。食べよう。いただきます。ふむふむふむ。おお、みかげさんそれすごいであります。すするのか。自分うまくできないでありますよ。外国の人には難しいって言うよね。そういえばちょっと前に、麺類をすすって食べるのは不快な人がいるからやめましょうみたく言われてたけど、どうなったんでしょうあれ。ヌードルハラスメントは流行らなかったな。まあ別にいいであります。自分はすするよりもっと美味しいラーメンの食べ方を知っているであります。やいちゃん、レンゲ取って。レンゲ。はいはい。レンゲを持ってきて、そこに麺と具をちょっとずつ乗せ、最後にスープに浸す。ああ、小さいラーメン。やるやる。これが一番であります。確かにそれは美味しいですよね。汁と一緒に楽しめて幸せそうだった。小さいラーメンはやってると楽しいけど、伸びやすいから要注意なんだかな。まあ言うのも薄いか。急にどうした。いきなり幸せそうなテンションが切れた。いや、やはりお二人にはいた方が良いでしょう。今日はちょっと辛いご報告をせねばなりません。自分はお二人の期待を裏切ったのであります。は？がっくりと肩を落とす。なんだよ急に。すいません、お二人とも。お二人の期待に応えられませんでした。何のことだ。俺はお前に期待なんて1ミリもしたことがないさ。みかげさん、言い方。実はでありますね。ちまちまとミニラーメンを作りながら、うめくようにですかね、ようにおっしゃる。探偵の任務を解かれてしまったであります。もう回答ミスあるて。そしてミッドナイトのことはわざとも良いと。え？任を解かれた。シャルはもともとサホロ氏の死刑に特例として協力を求められていた探偵だ。当然解任もあり得るが、なぜ今。途中解約っていうことは、シャルちゃん。はい、契約ではあと2回分の警備をするはずでした。これを途中解約、つまり失効しましたので、自分は警備の契約を最初から受けていないという扱いになったのであります。ほら、自分って世界的な超有名探偵で、これまで依頼達成率 100% だったでありますよね。うん。は、何その設定。さすがに無理があるだろう。おそらくこの記録を守るための措置でしょう。死刑の皆さんで自分のためを思って。なるほど。
途中解約なら依頼側の都合だからシャル自身の記録はノーダメなのか。そういうことです。はあ、皆さんがお優しい、だからこそ辛いであります。皆さんのご期待にお答えできませんでした。まあまあ、お二人のご期待にも添えませんでした。せっかくお二人が。我が名はミッドナイト、さらばだ名探偵。このれーマジであります。ああ、また逃げられた。やはり自分は未熟な探偵なのでしょうか。そんなことない、立ち上がってシャルちゃん。そうだ、お前にはいつも俺たちがついてる。あ、お二人の応援が聞こえる。うわー、何度でも立ち上がるであります。って感じに応援してくださったのに。理由は言えないが、その状況は絶対にありえないぞ。なかったでありますっけ。いや、あったかもな。何せ俺と八重ちゃんはお前がどこぞの怪盗を捕まえるのを心の底から願っているから。そんなこんなでもう自分は名探偵でなく一階の天才少女になったでありますよ。そうか、言いたいことはいろいろあるが残念だったな。じゃあもうシャルちゃんが怪盗さんたちを追いかけることはないの。いえ、権限がなくなっただけで追いかけて現行犯逮捕するのは自由でありますよ。これまでは警官隊の方と歩幅を合わせるべく馬率で鍛えた自分の機動力を10分の1も使えていませんでしたからね。自分の戦いは始まったばかりだであります。やちゃん、白いご飯お願い。ラーメンライスも美味しいですよね。一気に興味が消えた。シャルほっとこう。気になるのは警察の動きの方。探偵を買いに、それ自体は大したことじゃないが、なぜ今なんだ。今ですか。はい、というところでなんか動きがありそうなんですが、今回は以上にしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。